皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長のシローです。今回の動画は週刊カメラニュースとなります。今週気になった新製品情報やトピックスの中から気になったものについて好き勝手に喋っていこうと思います。それでは新製品情報から喋っていきましょう。新製品情報、まず最初はソニーです。ソニーアルファルモアーズにソニーアルファ6700の発表日に関する噂が掲載されています。現在噂になっているスペックの方なんですけど、このような感じとなっています。名称の方なんですけど、アルファ6700、これは FX30 のスチルバージョンという位置づけになっているようです。イメージセンサーの方は2600万画素のセンサーで、こちらの方は FX30 と同じイメージセンサーになるのではないかと言われています。画像処理エンジンの方は AI プロセッサーを搭載しているみたいです。これはね、 ZV-E10 と同じものらしいです。そして動画の方なんですけど、 6K30p10bit、 4K120p、 これは 1.12 倍クロップされるようです。この 4K120p の方なんですが、後からのアップデートで追加となるみたいです。なので、ね、通常の方は 4K60p になると思います。そして IBIS の方は7段分の効果があるようです。 EVF の方は369万ドットで6600と同じくボディの左側になるみたいです。メモリーカードスロットの方ですが、 CF エクスプレスタイプ A と SD カードのダブルスロットになるみたいです。そしてボディ自体は新しいデザインとなるみたいで、厚みの方が 3mm 厚くなり、高さの方が 4mm 高くなるみたいです。その他にもですね、シャッターボタンの下にスクロールがついたりとか、あとグリップなんかも見直しされるみたいです。そして価格の方なんですけど、1999ドルぐらいになるのではないかと言われています。なので為替のレートにもよりますが、 FX30 とほぼ同等ぐらいの価格になるのではないかと思います。まあ、あくまでもね、噂話の段階なので、具体的にどうなるかっていうのはね、まだね変更になると思いますし、デザインに関してもね、まだまだ具体的なリーク情報っていうのが出てきてないんで、この辺もねちょっと変わってくるかもしれません。なんといってもね、まだ1ヶ月ありますからね。そういう意味ではね、これから具体的なリーク情報っていうのが出てくると思います。ソニーの APS-C 機っていうと ZV-E10 以降全然出てきてなかったですし、6600からね日数もだいぶ経っているので、結構ね6600あるいは6400を使っているユーザーからすると非常に気になるカメラになるのではないかなと思ってます。新製品情報、もう一つはシグマです。6月8日にシグマの YouTube チャンネルにおいて、オンライン新製品のプレゼンテーション開催がアナウンスされています。こちらの方なんですけど、6月の8日木曜日21時より開催されるみたいです。それで何が発表されるかというところなんですが、あまりね具体的な話っていうのは出てないんですよね。一応噂としては 14mm の F1.4 DGDN アートではないかと言われているんですが、最近はねあまり具体的な話っていうのが出てきていないんで、ちょっとこの辺わかんないですよね。個人的にはね FP の後継機だったりとか、あとはねホビオンセンサーの情報なんかが分かってくると面白いと思うんですが、この辺に関してはねまだまだわかんないです。あとはもしかするとね、フルサイズ用の Z マウントとか、富士の X マウントの新しい対応レンズとか、そういうのが出てくるとちょっとね面白かったりはします。まあさすがにね、キャノンの RF マウント対応レンズが発表されるっていうことはないと思います。新製品情報については今週気になったトピックスです。シーピアが2023年4月のデジタルカメラと交換レンズの生産出荷実績表とグラフを公開しています。レンズ交換式デジタルカメラの出荷数量月間推移と、レンズの方の出荷数量月間推移はこのような感じとなっています。デジタルカメラの方に関しては、1月2月は昨年を下回る感じだったんですが、3月4月と昨年の実績を上回っています。グラフ的に言えば右肩上がりという感じですね。流行り病の行動制限とかもなくなっていったのでね、いろんな人が外へ出かけるようになっていったので、季節的にもねいい季節となっていったので、新しくねカメラを新調した人たちが多かったのかもしれません。今年に入って新製品のラッシュがあったというのも貢献していると思います。交換レンズの方に関しても右肩上がりだったのですが、3月まではね昨年の実績を下回っていたのですが、4月になってから昨年の実績を上回っています。この調子で5月にも新製品の発表とかもあったので、このままね右肩上がりで上がっていけばいいなと思います。ただね、富士フィルムのように供給不足っていうのはね相変わらず引き続くと、せっかくね生産出荷の方が右肩上がりで回復しているところなので、その子をね水を差さないようになればいいなと思います。
今週気になったトピックスもう一つはキャパカメラウェブにヨドバシカメラの2023年5月下旬のレンズ交換式デジタルカメラの売上ベスト10が掲載されています。ランキングの方なんですけど、1位の方がニコンの Z8 ボディ、2位の方にソニーの α74 ボディ、3位の方にニコンの Z9 ボディ、4位にソニーの α74 ズームレンズキット、5位にソニーの α7R5 ボディとなっています。1位には発売されたばかりの Z8 のボディが入ってきてますね。そして3位の方にもおそらくは値上げに伴う駆け込み需要だと思いますが Z9 のボディが入ってきています。その他としてはキャノンの EOS R50 のダブルズームキットが6位に入ってきています。あとキャノンは R6 Mark II のレンズキットとボディ単体のものがトップ10に入ってきています。あとはソニーの方もね、供給不足の方が改善されたみたいで人気の製品がランキングに入ってきています。あとニコンというと ZFC のレンズキットなんかが9位に入ってきています。メーカー別で言えばソニー、ニコン、キヤノンとトップ3がランキングを占めてるって感じですね。ヨドバシカメラの客層っていうとハイアマチュア寄りなので、まあこんなもんかなと思います。ここにね、富士フィルムの供給不足が改善されればね、もうちょっと富士フィルムの製品なんかもトップ10内に入ってくるとは思うんですが、なかなかね、富士フィルムだけは供給不足の方がね、解消されないんで、6月もね、この3社がトップ10を占めるのではないかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。その他としては、キヤノンが来週、EOS R1 と EOS R5 Mark II に関する何かの発表があるのではないかと言われています。EOS R1 に関してはね、来年のパリオリンピック前に正式発表と発売があると思いますし、R5 Mark II に関してもね、秋頃の発表と発売だと思うんで、ちょっとね、この辺はあくまでも噂レベルのなんかリーク情報が出てくるのではないかなと思ってます。あとはですね、ニコンの Z8 は互換バッテリーにね、対応してなくて、なんかプロテクトをかけてるのではないかという噂が出てました。まあこれに関してはね、互換バッテリーを使う方がね、問題かなとは個人的には思ってます。最近なんかでもね、電動自転車に中華製の互換バッテリーを使ってたら爆発したっていうのもありますし、スマートフォンのね、爆発というのもね、前から言われていましたから、いくらね、デジカメのバッテリーの電圧が低いとは言っても爆発しないという可能性はないわけではないんで、バッテリーと充電器に関しては純正品をね、使うのが多少ね、高くてもリスク回避という意味ではしょうがないのかなと思います。まあバッテリーに関してはね、ミラーレスになって電池の持ちがね、レフ機よりも悪くなっているんで、そろそろね、メーカーの方も2個同時にね、充電できるようなバッテリーチャージャーっていうのをね、出してほしいですよね。キヤノンなんかね、特にもう古いまんまなんで、未だにね、USB-C パワーデリバリーに対応してない充電器ばっかりですからね。この辺もね、そろそろどうにかしてほしいなと思います。というわけで今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシローでした。ごきげんよう。